天文方は江戸幕府によって設置された天体運行及び暦の研究機関。主に変歴を司った。もともと変歴作業は朝廷の恩名料の所轄であり、土御門家が当たっていたが、状況元年に渋川春海が状況歴を作成し、従来の鮮明歴から切り替えると、幕府は自社奉行のもとに天文型を設置し、同年十二月一日に春海が 天文方に就任した。以来、遍歴作業の実務は幕府に移り、天文方で行われた。はじめは、自社奉行のもとに一致したが、延教4年に1月23日には年寄り支配となっている。俸録は100票で、他に役料として5内し10人ぶちが加算された。天文方は世襲制であったが、時には天文学に通じた人物を追加あるいは、養子縁組して、 世襲を許したために、幕末までに、渋川や、伊下や、西川や、山地や、吉田や、奥村や、高橋や、足立家の蜂屋が任命され、状況により優秀な人材が登用された。最も家計が断絶した家もあり、西川助家や高橋義時の子孫も、幕末までは継承されず、最終的には、渋川や、山地や、足立家のみが存続した。文化8年に、 高橋景康の提案によって、外局として、版書和解御用が設置され、安政三年の版書調べ書設置まで続いている。幕末には返歴以外にも、天文や測量、知事、要書翻訳なども取り仕切った、東京大学の起源の一つである、渋川や渋川春海の海歴の功績により、状況元年天文型となる、養子縁組を繰り返しながらも、 幕末まで継承された、渋川春海から昔院、高市院高市成のりやすみつひろよ、西洋圭介、有権高市店委員会やごとであった、委員会昭一が、強法元年、渋川高市委員の歴作御用鉄いとなり、原文元年天文方になる、漢方元年に、昭一が没すると後継者なく、一代限りとなる、西川や長崎の天文家である、 西川助賢の息子の西川正久が遠京を4年天文方となり、2代続く。正旧、正し高山寺や山寺主従が、法暦の改暦の際に、渋川範安と西川正久の保暦御用手伝いとなり、明は元年に天文方に任命されたのに始まる。2代の木は天文方に任命されなかったが、3代特風以後、幕末まで天文方を継承した。なお、 徳風の元孫愛山は、作家として知られている、山地主従徳風、なうこう、明ね吉田や、佐々木長秀が、法暦の改暦の際に、西川忠し休の息子中、今日の作歴手伝いとなり、名は元年天文方に任じられ、法暦歴修正事業を命じられた。以後、吉田家は幕末まで天文方を継承した、吉田秀長修正、修剣、秀重奥村や、 奥村国都氏が、明和2年に、新歴朝哲大となり、天命7年天文方に任じられた。一代限りである、高橋や、高橋義時が完成7年に天文方に、任命されたのに始まる。義時の長男である影安が、シーボルト事件に関与して告示したため、高橋家は二代で終わるが、次男の圭介が、渋川家の養子となっている、高橋義時、影安足立家、 足立チ党が、完成の改歴のために、高橋義時の助手となり、天保六年天文方に任じられた。幕末まで二代にわたり、天文法を務めた。足立チ党新行、葛飾北斎が、鳥越の富士浅草天文台にて、渋川春海が、天文方に任じられた翌上京二年に、牛込藁町の地に、支店台を設置した。元二年に、本所、十四年に、 神田する台に移転する。春海の没後、遠京三年に神田作間町、明和二年に牛込袋町に移り、天明二年に浅草の浅草天文台に移った。この時に天文台という故障が初めて採用された。高橋義時相田重しが完成の改歴に従事したのは牛込袋町、浅草時代であり、井上忠敬が高橋義時のもとで、 天文学、測量学を学んだのも浅草天文台であった。その後、天保13年に渋川圭介らの尽力で、九段坂上にもう一つの天文台が設置されて、天体観測に従事した。明治2年に天文方と共に、浅草、九段の両天文台が廃止されることになる。大政奉還、戸場、伏見の戦い後、土見門春雄は朝廷に願い出て、列記さん、 若鶴歴の権限を土見家ど家に取り戻し、天文方は廃止されて、同職にあった渋川隆典、天、山路明常に代わって、春尾が恩名頭として責任者の地位についた。土見家ど家は明治2年の作歴を行うが、同年春尾が没し、土見家ど家を11歳の子、和丸が継ぐこととなり、明治3年、天文劇動の権限は、 文部省の天文歴道局に移され、同年天文歴道局は東京に移され、生学局と解消された。生学局には旧天文方の渋川隆史店も任用された。同年末、土見門生へは大学御用係を免職となり、歴道における土見門家の特権は廃止された。ありがとうございます。